皆さんこんにちは、スピチューブです。今日はね、岡山といえばここですよね。新見市いくらの場所に来てます。ここはね、その鍾乳洞、いくら堂というね鍾乳洞がねとっても有名な、場所なんですけど、最近ではその西日本豪雨ですっごい甚大なね被害を受けたりとかしながら、復興というか、また営業ね再開した場所だということで、今日はねそのいくら堂も含めまして、この新見市いくらのね、町をね歩いていこうかなという感じで、やっていこうかなと、思います。皆さんねよろしくお願いします。いくら堂がねここの観光スポットなんですけど、そのいくら堂をね過ぎたところに D51 というね、蒸気機関車があると、これはねなんかお召し列車として使われていたということで、ちょっと気になるところなんですけどね、蒸気機関車のところを越えるとそのいくらの、街並み、いくら駅の方に入ってしまうということで、その辺をね今日は行こうかなと思います。こうやってね早速歩いてるわけですけど、12年前とか普通にこの道ね車通ってたんですけど、新しくね新しい橋が、できたと、いうことで、ちょっとびっくりしましたね。でその先に、行けばねいくら堂の入り口になって、駐車場がねあるんですけど、以前はここの駐車場料金を取ってたということで、ここが、ここのもう一つね駐車場あるんですけどね、結構な広さなんですよね、ここも含め。その当時は結構多くのね人が、来たかなと思うのと、いろいろねその飲食店とかあるんですけど、なんかもうやってないとかそういう話をね、聞いたりしてます。こちらがねこの橋を渡ったら、いくら堂というね洞窟に入るんですけど、今日はね、省略しようかなと思います。以前にもそのいくら堂にね入った動画はありますんで、そちらをね見て、いただけたらなと思います。というわけで、いくら堂のね、お店の周辺に来てるんですけど、なんか普通に飲食店とか旅館がねあったということで、どうなんですかね今日は。なくなってますね。この前ね旅館が、あったんですけどね、なんか結構レトロな、感じのね旅館がずらっとねこの、通りというかあったんですけどね、結構ね個人的にはショックですね。ショックというか、だいたいそのいくら堂入っていく時とか、その向こう後ろこれから行くところにも駐車場あるんですけど、大体みんなそこ止めて、ここまで来るんですけど、それね来るまでにいろいろ旅館というか休憩スポット、お食事どころがねこの横市にあったりしたんですけど、その、お食事どころがなくなって、またこれがまた風景がね全く違うようなね感じになってるんですよねこれ。これがねいくら堂の、出入り口になりますね。ここから、この先に、D51 があるわけですけど、でその横市左手ですね、左手に洞窟が、あるんですけど、見えますかね。今は立ち入り禁止になってるんですけど、以前はねお地蔵さんとかそういうのが、この中に、祀られてたということなんですけど、このね結構落石が多いということで、今完全に立ち入り禁止な、感じでこのつっかい棒がねあるんですけど、以前はここに、お地蔵さんが、何体か、祀られていたということです。はい、こちらがね有名な、D51 の、蒸気機関車になります。製造がね昭和18年で、そこから、昭和46年頃にそのお召し列車を牽引した蒸気機関車として、有名です。でそこから昭和49年に、廃車になったということで、合計のその、走行距離っていうのが地球、50周分ということで、かなりのね距離を走っていた蒸気機関車ということで、またねその保存状態もかなり良いということで、いくら堂に行く際、入る際にね目が行ってしまう蒸気機関車かなと思います。はい、ここから先にね行けば、いくら駅に、行くということで、これからね歩いて、行こうかなと、思います。ここが、いくら公民館ということですね。こちらがねいくら駅ということで、このいくら堂にね行く際はこの電車の駅に降りて行くということになるんですけど、まあいくら堂までここから15分ぐらいの距離とねいうことです。ちょっとね中入っていこうかなと思います。なんか今は、無人駅、なようですね。この駅なんですけど、まあ、今はね無人駅となってるんですけど、まあ、2000年台にはそのなんですかね、特急とかも止まるぐらいな、感じだったんですけど、今はね特急が、通過してしまうというような駅になってます。はい、わざわざね観光のためにここが特急がね止まってという、ことがね過去にもあったんですけどね。懐かしいチャイムですねこれ。というわけで今日はね、いくらの街を、探索しました。いろいろとね、車があれば、行く場所っていうのもいろいろあるんですよね。はい、いくら堂、犬垣の滝、羅生門、その他ね、ぜひね、興味ある方は、行ってみてください。はい、今日はこんな感じでした。ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。